Hey guys, こんにちは。今日はですね、9月の中旬なんですけれども、約2ヶ月ぶりにまたフィリピンに渡航するので、今これ空港の制限エリア内で動画回してます。今回の渡航はですね、フィリピン人彼女のエンジェルを日本に連れてくるということで、まあ、彼女迎えにフィリピンに行くっていうのが目的になるので、まあ、結構弾丸な渡航になります。で、今日木曜日なんですけれども、夕方にマニラの方に、着いてですね、まあ、明日の金曜日は1日自由に動けるんですけど、まあ、もう土曜日の、明け方にはフィリピンを出国するっていうような感じで、フィリピンに行ってきます。で、前回行った7月からですね、フィリピンの入国要件というのは、変わってないので、もう、3回目のワクチン接種をしていれば、陰性証明書も不要で、ワンヘルスパスですね、こちらのワンヘルスパスがあればもう、大丈夫だと思います。で、9月の7日からですね、日本入国の規制も緩和されまして、まあ、フィリピンからであれば、3回目以上、ワクチンを接種している人は陰性証明書が不要になったということで、現地で PCR テストを受ける必要がなくなったので、かなりストレスなく渡航できるんじゃないかなと思います。で、もうすでにですね、 MySOS の方もこのように青色になってますので、まあ問題なく入国できるんじゃないかなと思います。それでは行ってきます。